はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直樹です。今日はね、偏差値65A の国語力、101回目、これね、江國香織さんのね、草の城の話っていうのをね、やってみたいと思います。これはまあ一本物です。侍の幽霊というふうにね、僕はね、別題をつけてんですけど、リード文から読みます。7月のある日、母親が侍の格好をした男と話しているところを僕は目撃します。母親によれば、男は侍の幽霊であり、その昔時代劇の端役をやる新米女優だった母親に一目惚れして下界にやってきたのだそうです。そして恋に落ちた二人の間に生まれた息子が13歳になる僕なのだと母親から告げられます。これに続く次の文章を読んで後の問いに答えなさい。さあ、人物関係確定します。主人公はね、僕なんですよ。で、僕は母親が侍の格好をした男と話しているところを目撃するんです。さあ、この母親によるとさあ、男は一体何者なんですか。そう、侍の幽霊なんです。その昔時代劇の端役をやる新米女優だった母親に一目惚れして下界にやってきたんです。さあ、そしてこの二人はどうなってしまった。そう、恋に落ちたんです。さあ、そしてその時生まれた息子が一体誰なのだと言われるんですか。そうなんです、13歳になる僕なんだと母親から告げられました。さあ、そしてしばらくこの侍の幽霊の父親と母親と僕は暮らすんです。お袋の説明によれば、元和8年5月7日、草の城が壮絶なる一騎打ちの末にあの世へ行った野っ原が現在のあの八百屋だったらしい。つまりお袋はあの日5月7日の命日に草の城の好物を抱えていそいそと墓参りに行ったのである。僕は絶句してしまった。草の城は近くで見ると思いのほか大きく、なかなかの二枚目だった。肩を怒らせてうつむいている。ひどく緊張しているようだった。もちろん僕も緊張していた。二人とも黙っちゃってどうしたの？不思議そうに言ったお袋を見て、どこまで天真爛漫な人だろうと僕は思った。はじめまして。仕方なく僕の方から口を切った。こんにちは。低い声だった。そなたにとっては初めましてなのだね。私はいつもそなたを見ていたのだが。変な感じだった。いつも見ていたなんて気味が悪い。僕はぶっきらぼうにお辞儀をして、さっさと部屋に引き上げた。僕は幽霊の息子だったのだ。その日以来、草の城はしょっちゅう僕の前に現れた。幽霊だという立場も忘れて、草の城は実に堂々と人前に出るのだ。彼はよく学校のそばで僕を待ち伏せていた。いきなり飛び出してくるので僕が驚くと、草の城は決まって、やっぱり怖いか、とぼそっと言い、ひっそりと笑う。草の城と歩いているとみんなが僕たちに注目した。しかし騒いだり怖がったりする人は一人もいない。まさか本物の侍だとは思わないらしい。それに味を占めて草の城は全く大胆に街をかっ歩した。歩きながら彼はよく歌を歌った。優しい声をしていた。それが彼の仏頂面には不似合いだった。草の城と僕とは毎日一緒に散歩をするようになった。お袋はますます天真爛漫で、僕らはまるで家族のように一緒に食事をし、一緒にテレビを見た。10月のあるよ、お袋に呼ばれて風呂場に行くと草の城が入っていた。お父様の背中流して差し上げなさい。思わず後腐りした僕の気も知らず、お袋はニコニコして出ていた。こうして取り残された僕は幽霊と混浴することになったのである。草の城の体は白くて綺麗だった。風呂場の窓からは三日月が見えた。そなたは侍の息子が嫌か？湯船に浸かっていた草の城が言った。やぶから棒に。僕は少し慌ててつっけんどに言った。風太郎、そなたはいくつになる？13。そうか。もう一人前の男だな。
草の城はひっそりと笑い、僕は胸がしわっとした。12月、ご馳走とぶどう酒とレコードと、それはまさに絵に描いたように上出来のクリスマスだった。僕とおふくろは草の城に赤いセーターをプレゼントした。草の城はそれを着物の上からすっぽりと着て、これは暖かいと言った。すまんことをした。クリスマスに贈り物をするなどという習慣を全く知らなかったものでね、とも言った。もちろん僕たちは贈り物などを最初から期待してはいなかった。おふくろと草の城はワルツを踊り、僕は踊っている両親を見てうふふと笑った。なぜだかうふふと心から笑わずにはいられなかった。踊り終わると草の城が言った。風太郎、今度はそなたの番だ。もちろん僕は大慌てで断った。おふくろとワルツだなんて冗談じゃない。草の城は彼がよくする片方だけのひっそり笑いを浮かべて、そうかと言った。しかしこれからは子守歌だけでも歌っておあげ。私はもうここには来ないから、玲子さんは風太郎に任せる。僕はぎょっとした。全く突然のことだった。今まで心のどこかで感じていた、そのくせ知らん顔を決め込んでいた、そんな責任がにわかに僕の上に降ってきた。おふくろはただ立ち尽くし、子供のように素直な声で言った。行かないでください。自然なことです。もう私は必要ない。行かないでください、行かないでください。おふくろは他の言葉を知らないかのように繰り返している。蚊の鳴くような声だった。僕はどうしていいのかわからなくて、とりあえずおふくろの肩を抱いてみた。玲子さんをよろしく。草の城が頭を下げると、おふくろはようやく観念したらしく、はっきりとした口調でこう言った。私が死んだらこの家はお花畑にしてもらいます。そのお花畑の真ん中にお墓を作ってもらいます。そうしたらそこで一緒に暮らしましょう。草の城はゆったりと笑った。ではさらば。草の城はきっぱりと言って、ごく普通の人間がするように玄関から出ていった。そしてそれきりだ。これが草の城の話のすべてである。おふくろは今でも毎年5月になるとアジを抱えて八百屋の前で手を合わせている。はい、じゃあ確認してみましょうね。最後はお父さんとお別れになるわけです。そして、まあ息子もね、まあ責任を感じて大人になっていくというね話ですけれど、さあおふくろの説明によれば元和8年5月7日、さあ、どんなことが、この、八百屋さんの前であったんですか。そう、草の城が壮絶なる一騎打ちの末にあの世へ行ったのっぱらが現在のあの八百屋だったんです。つまりおふくろはあの日5月7日の命日に草の城の好物を抱えていそいそと墓参りに行ったんです。僕は絶句してしまった。草の城は近くで見ると思いのほか大きく、なかなかの二枚目。肩を怒らせてうつむいている。ひどく緊張している様子だった。さあもちろん僕も今どんな気持ちでいる？そう、緊張しています。さあしかしながら二人とも黙っちゃってどうしたのと不思議そうに言ったお袋を見て、どこまで天真爛漫な人だろうと僕は思いました。はじめまして。仕方なく僕の方から口を切った。こんにちは。低い声。さあそなたにとってははじめましてなのだね。でもさあ私はどうだって、草の城は言いましたか。そう、私はいつもそなたを見ていたのだって言うんです。さあそれを聞いてどんな感じがした。そう、変な感じ。いつも認めて見ていたなんて気味が悪い。僕はぶっきらぼうにお辞儀をして、さあどうしてしまった。そう、さっさと部屋に引き上げたんです。そして僕は幽霊の息子だったと改めて思ったんです。しかしその日以来、草の城はしょっちゅう僕の前に現れました。幽霊だという立場も忘れて、草の城は実に堂々と人前に出ます。さあ彼はよくどこのそばで僕を待ち伏せていましたか。そう、学校のそば。いきなり飛び出してくるので僕が驚くと、草の城は決まって何て言った。
そう、やっぱり怖いか、とひっそりと笑うんです。草の城と歩いているとみんなが僕たちに注目した。しかし、騒いだり怖がったりなんていうことはあった？なかった？そう、なかったんです。まさか本物の侍だとは思わないらしい。それに味を占めて草の城は全く大胆に町をかっ歩した。歩きながら彼はよく歌を歌った。優しい声だった。それが僕の仏頂面にも不似合いだった。草の城と僕とは毎日一緒に散歩するようになった。お袋はますます天真爛漫で、僕らはまるで家族のように一緒に食事をし、一緒にテレビを見た。10月のアリオ。お袋に呼ばれてお風呂場に行くと、さあ、草の城が入っていました。さあ、そこでお袋は何と僕に命じましたか？そう、お父様の背中を流して差し上げなさいと言うんです。思わず後ずさりした僕の気も知らず、お袋はニコニコして出て行った。こうして取り残された僕は幽霊と混浴することになったのです。草の城の体は白くて綺麗だった。風呂場の窓からは三日月が見えます。そなたは侍の息子が嫌か？湯船に浸かっていた草の城が言った。さあ、なんて言って僕は少し慌ててしまった。そう、やぶから棒に、つっけんどに行ったんです。風太郎、そなたはいくつになる？13。さあ、すると草の城は何と言いましたか？そう、そうか。もう一人前の男だな。草の城はひっそりと笑い、僕は胸がしわっとした。12月。ごちそうとぶどう酒とレコードと、それはまさに絵に描いたように上出来のクリスマスだった。僕とお袋は草の城に赤いセーターをプレゼントする。草の城はそれを着物の上からすっぽりと着て、これは暖かいと言った。さあ、そしてすまんことをした。クリスマスに贈り物をするなどという習慣を全く知らなかったものでね、とも言った。もちろん僕たちは贈り物なんて最初から期待してる？してない？そう、してないんです。お袋と草の城はワルツを踊り、僕は踊っている両親を見てうっふと笑った。なぜだかうっふと心から笑わずにはいられなかった。さあ、踊りから終わると草の城がなんと僕に言いましたか。そう、風太郎、今度はそなたの番だ。もちろん僕は大当てで断った。お袋とワルツだなんて冗談じゃない。草の城は僕、彼がよくする片方だけのひっそり笑いを浮かべて、そうかと言った。そして、何と言いましたか。そう。しかしこれからは子守歌だけでも歌っておあげ。私はもうここには来ないから。レイコさんは風太郎に任せる。僕はぎょっとした。全く突然のことだった。今まで心のどっかに感じていたその癖知らん顔を決め込んでいた、そんな責任がにわかに僕の上に降ってきた。お袋はただ立ち尽くし、子供のように素直な声で、行かないでください。自然なことです。もう私は必要ない。行かないでください、行かないでください。お袋は他の言葉を知らないかのように繰り返している。かの泣くような声だった。僕はどうしていいのかわからなくて、とりあえずお袋の肩を抱いてみた。玲子さんをよろしく。草の城が頭を下げるとお袋はようやく観念したらしく、はっきりとした口調でこう言った。さあ、最後にお袋は何と言いましたか。私が死んだらこの家はお花畑にしてもらいます。このお花畑の真ん中にお墓を作ってもらいます。そうしたらそこで一緒に暮らしましょう。草の城はゆったりと笑って最後何と言って出て行きましたか。そう、ではさらば。きっぱりと言ってごく普通の人間がするように玄関から出て行った。そしてそれきりだった。これが草の城の話のすべてである。お袋は今でも毎年5月になるとアジを抱えて八百屋の前で手を合わせている。エクニカオリ、草の城の話。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。